Albert Einstein wrote that coincidence is God's way remaining anonymous. Here in this video, I, Hiroshi Hayashi, would prove with evidence that all religions belong to one single family. Or you may say that all here mentioned are just coincidence, or you may say coincidence is God's way remaining anonymous. Which is it? You take or leave it? アインシュタインはこう書いています。偶然というのはね、神が匿名で何かをするときのやり方なんだよと。つまり偶然というのはすべて神のなせる技なんだよと。で、この動画の中で私林浩司は世界の宗教はたった一つなんだよということを証拠を添えて証明します。あるいはあなたはここで私が話すことをすべて偶然と片付けてしまいますか。あるいは偶然という言葉を使って片付けられますか。広志林浜松市ジャパン。確率論的に偶然ではありえないという事実を積み重ねながら、それは偶然ではないということを証明していくのが林浩司のライン理論です。で、試しにイースター島とブッダの生まれ故郷とされているネパールのルンビニを線でつないでみてください。その直線は新直線にメッカ・カーバを横切ります。メッカ・カーバでのエラーは10メートル以内です。そしてメッカ・カーバの神殿、つまりキューブは正確にシナイ半島のモーゼ山の方向を向いています。逆にモーゼ山の方からメッカ・カーバのキューブに向けて線を引いてみるとそれがわかります。上がシナイ半島のモーゼ山です。がこれは私が発見したことではありません。すでに500年前にレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家、つまり1500年後のイエスの操り人形画家がそれを知っていました。これは岩窟の聖母ルーブル版です。その岩窟の聖母ルーブル版の上にその山が描かれていました。一番上がシナイ半島にあるモーゼ山です。そしてその下がダ・ヴィンチが描いたとされる岩窟の聖母の中に描かれている山です。この両者は細部に至るまで同じです。ただしルーブル版の方は左右が反転してあります。
そしてこれがメッカ・カーバの旧敷地図です。下にそれを示しておきました。もう一枚敷地図が残っていました。円形部と四角部に分かれている点に注意してください。そして左がバチカンのサンペトロ広場です。現在のローマンカトリックの本拠地です。そしてこれらの敷地図がですね、神の土地であることを示すという証拠がこの日本に残っていました。右下がですね、言うまでもなく日本の前方後円墳、つまりここが神々の土地であるという紋章ということになります。上からユダヤ教の世界ですね、そして仏教の世界ですね、そしてイスラム教の世界ですね、そしてローマンカトリック、つまりキリスト教の世界ですね。こうして4つの宗教が1つにまとまりました。が、このように4つの宗教を1つに配置したのは誰か。左下が西極点です。赤道とルート1が重なる点です。右が東極点です。やはり赤道とルート1が重なる点です。それぞれの点からの距離は9800キロ、そして1万キロ、ほぼ同じと私は判断しています。が、それだけではありません。ブッダの生まれ故郷とされているネパールのルンビニに目を移してください。そのルンビニにはこのようなランドマークのようなものが描かれています。このランドマークのようなものの横線に注意してください。左、つまり西へ行けば正確にメッカ・カーバへ向かいます。そして右、つまり東に向かえば正確にイーサー島へ向かいます。寸分の狂いもなく向かいます。が、これは偶然なのでしょうか。偶然と片付けてしまって良いものなのでしょうか。もちろんこうしたアレンジができるのは人間ではありません。空を自由に飛ぶことができた私たちが神と呼ぶエイリアンということになります。つまりこれが証拠と証明ということになります。すべての宗教は一つの家族に属する。つまりこれらはすべて ET あるいは NT たちによってアレンジされたということになります。こうしてイーサー島を拠点として一本の直線でそれぞれの拠点がつながっているのがわかります。エラーはほとんどありません。大使のモーリア島です。拠点中の拠点です。ナンマドールです。ポンペイ島のナンマドールです。ガム島です。そしてその直線はネパールのルンビニへと向かいます。そしてそのルンビニからモヘンジョダロを通ってその直線はメッカ・カーバへと向かいます。こうしてルンビニ、メッカ、カーバ、イースター島は寸分の狂いもなく一直線でつながります。メッカ、カーバにおけるエラーは10メートル以内です。10メートル以内です。つまりこうした直線を見てですね、これは偶然なのかということになります。後の判断は皆さんにお任せします。と同時に
1500年後のイエスはレオナルド・ダ・ヴィンチという操り人形芸術家を通して私たちに重大かつ重要なメッセージを残したということになります。世界の宗教は一つの家族に属するんだよとです。最後にもう一度アルバート・アインシュタインの言葉を噛み締めてみたいと思います。 Coincidence is God's way remaining anonymous。 偶然というのはね、神が匿名で何かをするときのやり方なんだよと。 Bye for now。Mount Sinai and Mount Moses align on the same Nazca line to Nazca, and you can find a beautiful platform in Nazca which shows the direction to Mount Sinai in the Arabian Peninsula. シナイ山とモーゼ山は一直線に並んでナスカに向かっています。そしてそのナスカにはシナイ山を示すプラットフォームがあります。広し林、浜松市、ジャパン。今ご覧いただいているのが、シナイ山から引いてきたラインです。向かって左から右に引いてみました。大変美しいプラットフォームが見つかります。つまり、それだけ、シナイ山、そしてモーセ山は重要な山であったことを示しています。Jabal el-Laut is a mountain located in northwest Saudi Arabia near the Jordan border above the Gulf of Aqaba at 2,580 meters above sea level. The name means Mountain of Almonds. Although it be right as follows that in discussion about the location of biblical Mount Sinai, Jabal Magra or Burnt Mountain,is often confused with and misidentified as Jabal el-Laut,
by various authors and investigators in the past, I, Hiroshiashi, am convinced that Jabal al-Laut or Mount Laut is Mount Sinai on my Hiroshiashi's Nazca theory. シナイ山、つまり旧約聖書の中に書かれているジャベル・マグラはどこにあるのでしょうか？ジャベル・マグラというのは燃える山という意味だそうです。それはともかくもシナイ山は長い間、現在モーゼ山と呼ばれている山のことだと思われてきました。が最近の調査研究により、シナイ山はジャバル・アル・ラウツということにほぼ確定されつつあります。ジャバル・アル・ラウツ山というのはアーモンドの山という意味だそうです。山の頂上部がアーモンド色をしているからです。で、以下、ラウツ山と呼ぶことにします。ジャベル・マグラとジャバル・アル・ラウツという名前も一致しています。ラウツ山がアラビア半島のこの辺りでは最高峰の山であること、山頂部の色がアーモンド色であること、山頂部が平らになっていることなどが理由に考えられています。が、何よりも旧約聖書の中の記述とラウツ山周辺の遺跡が一致したことが決定的となりました。広島市浜松市ジャパン。Standing on the crest of a hill, the singular rock stands 50 feet tall and can easily be seen from a great distance. As the people complained once again, asking for water, the Lord heard their cries, and he commanded Moses to strike the rock. Then, water gushed out in abundance. The rock was split down the middle, from top to bottom, by the hand of God. Erosion can be seen around the rock, from millions of gallons of water flowing out into the nearby camp. He opened the rock, and water flowed out. The fissure is so large, one can walk through the split in the rock. The rocks below show clear signs of water erosion. And Moses built an altar and called its name, The Lord is my banner. Here in the encampment is a large square altar assembled with uncut stones and was built after the defeat of the Amalekites. Also in the encampment are the remains of these circular formations of stone used around the base of their tents. This is clear evidence of prior occupation at this site. では画面を見ながら説明します。で、今動画をご覧いただきましたけども、その論文版がですね、ウェブサイトの方に紹介されていました。で、従来はですね、シナイ半島にシナイ山があるというふうに考えられてきたわけですね。で、モーゼ山というのがその山になるわけですけども、いわゆるラウツ山の方に、アラビア半島のですね、ラウツ山の方に今は落ち着きつつあります。それは、旧約聖書の中に出てくる記述内容とですね、ラウツ山周辺に残る遺跡が一致したというのが主な理由です。主な理由と言いますか、この岩なんかそうですけどもね、モーゼがですね、この岩の間から水を出したと。そしてその水の流れた痕跡も残っていたってことなんですね。で、これに対して従来のいわゆるモーゼ山の方をですね、シナイ山だと説く、学者たちからは今猛烈ななんて言いますか、反論が出されているという状況で、ウェブサイトは大変賑やかになってきています。で、これがラウツ山の周辺ですね。で、こうして神に捧げ物をした岩も見つかっていると。
遺跡も残っていると。まあ、たくさんのね、人が住んでいたという形跡が残って、現在に残っているということですね。ですから、まあ、モーゼ山がシナイ山なのか、あるいはラウツ山がシナイ山なのかという、まあ、議論ですけども、まあ、それについて私がね、介入するということはあり得ないわけですね。しかしですね、ナスカ理論でちょっと考えてみたいと思います。で、これがラウツ山ですね。その頂点からナスカに線を引いてみます。すると、まあ、大変立派な滑走路といいますか、プラットフォーム、兼滑走路が見つかります。この右上から引いてきた黄色い線が、これがラウツ山から引いてきた線です。綺麗に重なるんですね。ということは、このランウェイはラウツ山を、の方向を正確に示しているということになります。なあち、まあ、我々が神と呼ぶエイリアンが、ラウツ山に絡んでいた。まあ、これ必要十分条件ではありませんけどもね。まあ、十分考えられるわけですね。まあ、林浩司のナスカ理論で、まあ、きちんと証明できたということになるわけです。で、じゃあ、モーゼ山についてはですね、一つ、重大な、また謎が、あるわけです。で、ラウツ山とモーゼ山の間はですね、130キロ離れてますけどもね、実は、ラウツ山とナスカを繋いだほぼ新直線下に、このモーゼ山があります。で、従来はこのモーゼ山をシナイ山だと、ふにかが、シナイ山だと考えられていました。しかし、レオナルド・ダ・ヴィンチが大変な絵を残しました。これが岩窟の聖母子と言われているルーブル版ですけども、ここに上の方にこんな奇妙な山が描かれています。この山と、いわゆるシナイ半島にあるモーゼ山が一致したんですね。ということは、ダ・ヴィンチは、いわゆるもうモーゼ山のことを知っていたのかってことになるわけですけどもね。まあそれは当然知っていたってことになるわけです。これがモーゼ山です。で、この山をずっとあちこち探したんですよ。森本聡さんという方のね、協力も得て探したんですけど、なかなか見つからなかったんですけども、まあ、動画の中にポロンとこのモーゼ山の写真が出てきて気がつきました。もちろんこれは林浩司の発見ですよ。上がダ・ヴィンチの絵です。下がモーゼ山ですね。比べてみてください。風合い、色の使いか、まあ色っていうか感じですよね。同じだということです。で、下がモーゼ山、上がダ・ヴィンチの絵ということになります。左右を反転しますと、まあ、どうなんでしょうか。私は同じと判断しました。一時はオーストラリアのね、カタトジュータ、太平洋国というところで、カタトジュータを挙げたこともありますけども、まあこれで決まったということになりますね。ダ・ヴィンチは、いわゆる、シナイ半島のモーゼ山を、岩窟の成分の中に描いていたということになるわけです。まあどうして知れたか、なんて、ヤバのことは聞かないでくださいね。ダ・ヴィンチはそれ以上に、まあ、これ以上に不思議な絵をたくさん残しています。で、これが岩窟の聖母ですけども、この中に、まあ、まあ、マリアン、聖母が、バージンがね、マドンナがいるにはふさわしくないような場所がたくさん描かれている、岩が描かれているということですね。で、実はですね、ジリスさんという方からですね、まあ以前ですね、ダ・ヴィンチの描いてるその、絵の背景に、そのラウツ山がある。っていうことを、もうちょうど一年ほど前にですね、実は教えていただいていたんですね。で、その時はあまり注意しなくてですね、ラウツ山イコール、いわゆるまあいわゆるシナイ山っていうふうには、考えないでいたわけです。まあ、しかし、まあ、今日と言いますかね、こうして改めて、いわゆるまあ、アラビア半島におけるラウツ山を調べて、行方においてね、改めて、なんて言いますか、シナイ山っていうのはアラビア半島にあった、あるラウツ山であるという確信を持ちました。もうこれはちょうど1年前に作った動画ですけども、はい、同じようなことを自分で言っていたわけですね。1月、
28日になっています。で、ジリスさんのおっしゃるようにですね、この岩の感じが、いわゆるまあ、モーゼ山のそれと似てるってことだったもんですから、モーゼ山の岩をいくつかって言いますか、拾ってみましたけども、まあ、同じものもちろん探すことはありえないことですからね。まあ、なって言いますか、感じですよね。を皆さんに見ていただきたいなと思います。まあ、セピアにしてみますと、感じがよく似てるというレベルで、まあ、そうかなというふうに思っていただければ結構です。で、結論ということになりますけども、ラウス山が白井山であるということは、まあ、ほぼ間違いないんじゃないでしょうか。もっともこの世界はね、もうそれこそ大変多くの数のね、研究者たちがもう本当に真剣に研究している分野ですから、私のような人間がね、出る幕はもちろんありませんけども、私のナスカ理論を使ってもですね、ラウツ山が、非常に、って言いますか、意味のある重要な山であったということがこれで分かりました。これがまあ、なんて言いますか、このモーゼが繰り返しになりますけども、水を出したと言われている岩です。まあそうした岩、あるいはその、家畜を飼ってた、堀とかね、そういったものも見つかってるんですよ。まあいろんなものは見つかる。それからまあ燃える山ってことでね、アーモンドの山ってこととまた一致するわけですね。まあ色が濃くなってる。まあこれに対して、まあ地質学者の先生たちは別の種類の岩だっていうふうに言ってますけども、何らかの形で焼けた岩ってことも考えられなくはないわけですね。まあその辺はこれからの研究によって分かってくると思います。ということで、モーゼ山ではなくて、ラウツ山が、シナイ山であったっていうことになります。まあ、続くビデオ、ちょっと古いですけども、どうかご覧になってください。Bye for now!